こんにちは、あかりです。今日は量産型オタクメイクをやってみたです。そして10万人突破ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、マジで本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。10万人突破したけど、なんか10万人突破企画何もあんないんですよね。なんかあったらください。今日の飲み物はスタバのホワイトモカ、美味しい。とりあえずこれを服を買ってみました。ロジータの服で、このピンもね買ったの、クロミちゃんのピン。地雷系はハイブランドとかを身につけるらしくて、量産型オタクは推ししか勝たんみたいな感じのことを調べてみたら、なんかそんな感じ書いてあったので、一応量産型オタク風メイクをやっていこうかなと思います。でね、これ作ったの見て、初めてさ、うちは作った。すごいさ、適当っていうかさ、下手くそなんだけどさ、私は JO1 の川尻蓮くんが好きなので、これを作ってみました。メイクしていきます。プリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地で、自分が持ってる化粧道具を使いつつ新しいのも買ったので、ただ見てください。エチュードハウスのダブルラスティングファンデーションピュア、安いしこれすんごい白くなる。まあおすすめっちゃおすすめ。出しすぎちゃった。 JO1 っていうグループが好きなんですけど、いや見て、めちゃくちゃ白いんだけど。これぐらい白くなります。あ、これロージーローザだったっけのスポンジを使います。この JO1 が3月にデビューするんですよ。デビューする前にファンミーティングみたいなのが2月にあって、それの当落が昨日発表だったんですよ。全滅、全部落ちた。嘘でしょと思って、めちゃめちゃなえた。まあうちは本当にちょっとでもさ、外出しただけでもさ、ううううってなるからさ。テレビでいい画面で DVD とかで見れたら全然それでいいんですけどね。顔白すぎるってさ、たまに言われちゃうんですけど、首との境目とかめっちゃそんな気にしてないから。もうキャンディードールのホワイトピュアパウダー、これ使い方よくわかんなくてさ、毎回こうなんか使い方教えて、いい感じ。これで貼っておきます。あ、コンシーラー塗るの忘れた。まあいっか。真っ白くしてシェーディング塗ります。シェーディングは新しく買ってみました。キャンメイクシェーディングパウダー04、ブルベさん用とかイエベさん用みたいなのが出てて、これのそれのブルベさん用ってやつを選んでみました。シェーディングはもう別に、もう別にそんなもんね、お金かけなくてもいいんじゃないか。あ、でもいいね、こっちの方が馴染みます私は。で、あれあれ、ノーズシャドウ入れてきます。あ、これケイトのデザイニングアイブロウ EX4 ライトブラウン、薄いやつ、これ塗ります。とりあえず人形を目指す。ほんと喋んなければまあいいじゃんみたいな感じの目指しますね。ハイライトはまあこれ持ってるやつ使います。マックのなんだっけこれさ、前も間違えたんだよ。ライトスペカードみたいな名前、ライトスカペードか。あのね、ハイライトはやっぱね、これが一番ね絶対いい。もう本当に輝きが違う。妹が結構量産型オタっぽいメイクが好きで、メイクしてあげたんですけど、妹が持ってるキャンメイクとかのハイライトを使うでもあんまり輝きが出ないなと思って、鼻先の。けどもうこれ使ってさ、このさ、鼻先にこれこうやって入れただけでさ、超鼻高く見えるしさ、ライトに当たった時に綺麗な輝きになるんですよ、個人的に。あ、こんなに違うんだってちょっと思っちゃったんで、鼻先塗る時は結構指でこうやって塗った方がもう本当にお人形っぽくなる。おでこ、顎も塗って、この目尻、ここら辺も塗っとく。眉毛はいつも私こう上げて描いちゃうんですけど、平行っぽい感じでふんわり描きますね、頑張って。てか一時期こういう服とか好きだったんですけど、サンリオとかもさ好きだったんですけど、マイメロちゃんとかキララちゃんとかめちゃめちゃ好きで、めちゃくちゃ集めてたんですけど、今は全然サンリオに興味がなさすぎて。妹はシナモロールが好きで、お姉ちゃんはポムポムプリンが好きですね。うち何にしよう。前はお姫様みたいな感じになりたいと思ってたんですけど、今はキツっていう顔に今はなりたいかもしれない。たまにこういうメイクはしたくなる。じゃあこれで参戦しようかな。まあ当たってないんだけどね。タレ眉の方がいいのかな、小回り眉とかの方がいいのかな。こっちのパウダーの方で眉頭描きます。ちょっとなじませます。あ、いいんじゃない。ちょっとミスったかもしんないけど、まあ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 。キスミヘビーローテーションだっけ。と眉マスカラでちょっと色変えときます。これを新しく買ってみました。これがね前回届かなかったんですよ、だからあの企画やったんだけど、クリオのプロアイパレット01シンプリーピンク、かわいい。このラメ使います。ラメ全体に塗りますね。見て、すごい綺麗このラメ。
で目頭結構ここ最近さくの字にさこのラメをさこうちゃんとこうぶち込むっていうのにハマってる。あ、このピンクのラメ入れるのめっちゃ可愛い。ピンクのラメ入れよう。え、これな、これどういう色なんやろ。お、これも可愛い。このさ、この色、これちょっと上にも下にも塗ります。二重幅ぐらいに塗っとく。いやでもピンクってやっぱ可愛いね。締め色っぽいこの赤茶色目尻に塗ってきます。目尻にこうやって塗って、その流れでちょっとこっちにもがっつり垂れ目っぽくこう描いてきます。お、どう、これ漏れるわ。こんな感じでこっちの目もやります。お、見て、いいくない、すごい綺麗にグラデーションできた。いた、ぶち込んじゃった。あ、目にぶち込んじゃった。いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね。ビューラーします。黒髪でパッツンのうちにやりたくて、このメイクを今度前髪エクステつけようかなと思って。お、めちゃめちゃ上がった。マスカラ下地を塗ります。乾かす。前回の動画出してさ、男性視聴者増えるかなって思ったんですけど、9割の人女性なんですよね。嬉しい。ヒロインメイクのロングカールマスカラスーパー WP みたいなやつ、黒色です。結構ボリュームも出て長さも出るからヒロインメイクやっぱいいね。見て見て、バサバサ。さっきもこれでいいやみたいな感じなんですけど、インテグレートのスーパーキープリキッドライナーの黒、まあ、黒色のアイライナーだったら何でもいいと思うんですけど、垂れ目にする。だから目尻から塗っていくんですけど、がっつり下にこれぐらい 1.5 から2センチぐらい目尻よりも下げる。これ下のアイライナーも変えた方がいいのかな。黒目の下のここら辺から、てかうち今日全然カメラの方見てなかったかもしれない、ごめんなさい。黒目のここから垂れ目に引いて、タタタラタアーヤンヤン、目頭から粘膜も塗って。なんかうちはさ今23歳でさ、うちらの時代はさ、うちらの時代の量産型オタクのファッションみたいなのはリズリサみたいな感じの情報を Twitter とかで見て、いや確かにと思った。リズリサだった。リズリサとかトゥララ、トゥララだったけど、今はロージータとかなのかな。あと何なんだろう、ブランド全然わかんないんだけど。お、いいんじゃない。で、ちょっと涙袋かけます。ケイトのこれで、さっき使ったやつで。妹にも結構こういうメイクした時にだいぶ変わったから、メイクでねだいぶ変わるんで、いいんじゃね、いいんじゃね。 B アイドルのやきもちピンク、あ、ハメに。このリップほんとかわいい。束縛レッドが一番好きなんですけどね。できた。チーク塗ります。チークはちょっと全然持ってなくて、いつも普段チークを塗らないので全然持ってないんですけど、ちょっとこのディオールを使いますね。ディオールブラッシュ846番ラッキーピンク。目の下気味に塗りますね。笑った時のここじゃなくて、こうここよりも上、目の下らへん結構濃く入れます。こうほてっちゃったみたいな、推しに会えてほてっちゃったみたいな。絶対うちさ推しに会えたらさ脇汗止まんないわ本当に。ってうん、月が弱いの手で。で仕上げでアイシャドウのこのピンクのラメを使って、唇の上にのせます。これのせるとだいぶ綺麗に仕上がったように見えるんですよ。はい、メイクの完成です。ここは髪の毛ありますね。あー疲れた、メイクするの疲れる。メイク動画めちゃくちゃ疲れる。めちゃくちゃメイク動画体力使う。チャン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 チャラララチャン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 、見つけたブランニュー。輪ゴムしかない。僕だけのドア、I don't wanna classy、 耳は傾けない、たとえ一人でも好き進むだけ。これはもしかすると地雷系に近いのかもしれない。締め嘘かだろうが、You don't have to survive。 ディタバタするなよ baby calm down。 I know but body 敬語はい、こういう感じで本家は
本家は結構凝ってるんですよね、髪型が。美容院とかでセットしてもらったり。でもちょっと自分では編み込みができないので、一応ハーフツインテールにしてみました。私は全然参戦しない派だと思うんですけど、当たれば行きたいんですけど、もし参戦するときはこれで行ってみようかなと思います。レック会いたかったよってことで、量産型地雷風メイクをやってみました。じゃあねー、バイバイ。見つけたブランニュー、僕だけのドア、ラッキー、アイドルのクラッシー、耳は傾けない、おさあ、たとえ一人でもような突き進む、おひらー、小生 I can't break down I can't break down つるぼ I never will run Life レクいつの日か fly レクあー We free レクここ離れ決まった、僕らの望む幸せ、安徳掴めよドレミドサビ行けんかったわ。